どうも、アザンです。万発でございます。はい、今回、2人の乗り打ち企画の後半戦ということで、前半は万発さんの方のチャンネルで上がってますので、ぜひそちらを見てください。まあ、一応概要欄に前半貼っておくんで、見てないよっていう人はまず前半見てからこれ見てもらえると嬉しいなと思います。前半はね、セクシーだね。はい、セクシーなんかありましたっけ？そんなことありました？今日はあの乗り打ちの3回目ですよね。そうですね、まあ、今まで負けっぱなしやったんで僕がね、今回はちょっと漆黒めっちゃ得意ではないんですけど、まあ、ちょっと言わせたいなと思いますね。そう、今日はね、あのメッセ3店舗目になるんですよね。そうです、8月20日のメッセ武蔵境店で買ってました、武蔵境店。僕ね、思ったんですよ、大崎さんとコラボしたら、もうすごい番組感出ますよね。何なんすかこれ。いや、もう演者ですからね。そうなんですね。まあ、大当たり0回でも1時間持たせられるでおなじみですから。すごいですよね。いや、もうなんかやっぱコメント欄でも、なんかちょっと番組っぽいとか、まあそういうなんか行きましょうよ。当たる時もあるでしょ。だって当たる時しんどいでしょ。しんどいっすけど、まあ、あの僕ら喋んないんで、僕のその YouTube 的に。いや、僕はほらほら、なかなかいいですね。そういう、そういうことで、あの時間つないで。そうですね、今の人はすごかったすごかった。あのエロさが 90何点ありますね。見たいでしょう、見せないよさっさパチンコ行こう。行きましょう。よし、じゃあ後半戦頑張ります。お願いします。
これちょっと東京住みやけど驚いてこんな強い店と思わなかった。ちょうど本町ターン引いて、へそ掘りは1個もなかったんで、そのままあの1回手も回さずに今出てきたわけなんですけど、まあ、ちょっとそれを時短でちょっと引き戻せるようなね、何かちょっと気分転換させてもらえたら。めっちゃ辛いもん食う。いやそうなんで辛いのなんか酸っぱいハイチュウ買ってもらいました、はい、この時眠くなる頃やろ。よし、じゃあ引き戻せなかったら俺は駅中でちょっと気の利いたものを買ってきますよ。ケーキとかそういう。そうやね。よし、気の利いたものを探しに行く旅。はい、それしよう。負けた方がね。負けた方が。変わりました。オッケー。戻せなかったです。え、もう終わったの？はいはい。早っ。終わりました。ちょっと旅に出るか。はい。お疲れ様でした。あ、終了です。もやったなあ。もやもやしましたね。もう僕見てられへんかったっす、万発さんのこと。もう怒ってるから。万発さん冷静に言ったけど、でも内心ちょっとうんってなったでしょ。まあもうちょっとね、やっぱ連チャンしてほしいなとは思いました。すっきり出たよね。そうですね。いや、あとでも万発さんがもうすごい怒ってるから見てられへんし。まあまあ結果からいきますか。はい、
総投資は全然行ってなくて2万円です、はいはい、そうね、まあ本当にあの乗り打ちでうまく出たまでね、はい、お互い行けたんですけど、換金の玉数が3349玉、はい、換金額1万1500円で、はい、マイナス8500円、うわ、1人頭4250ですね。ほんまお互いが16ラウンド1回引くか、うん、6ラウンド1回ずつ引くか、うん、で勝ってましたね。きつかった。まあこれもね内容良かったんで、まあ、そうね、あんまり耐えたって感じですね。僕の台が22でした。ね、ああ22やった。最初のやつは少し上がった。上がりましたね。僕のはね多分後半ちょっと落ちたんですけど、まあ20個は超えてるけど、どうプロ的な見立てで。もうちょっと頑張ってほしい。もうちょっと頑張ってほしいですかね。まあまあ全然ね、あの、うん、こんなその漆黒20以上で回す店は少ないですけど、今はね、対して、うん、もうちょっとね、あのね、やっぱここっほら全国的に見ても超高稼働店だから、うん、お客さんの目線が上がるやんか。そうですね。しかも今日ゼロの日はまあ特定日的な、はい、ってことになるとお客さん、ね、もっと高いところを期待してくるんで、そうですね、そこでこうね、お店頑張ってるとちょっとあれかな、足らんかなって思ってしまうと評価がね、下がるんで、もうちょっと頑張って出しても全然大丈夫でしょう。多分余裕あるんじゃないかな。余裕ですよね。思ってますけど、こんだけだってお客さんいて、うん、もっと行けるのちゃうんですよ。行ってもええ気しますよね。思いましたけど、まあまあそれはね、僕が決めることじゃないですけど。確かにその通り。まあまあけど期待値あるだよね、うん、まあ、今回やったらおそらく漆黒はもう全部、うん、期待値プラスにはなる台やと思うんで、うん、あとは無双止め打ちできるんやったら多分プラスになる台あるんじゃないかなと思います、うん、僕も長いもんに巻かれる早かったらね、一緒でしたねーって言いかけたんですけど、いやもうね、もうあの手置くとこはしっかりね、楽でよかったですね。いや、いいとこめっちゃいいっすね。そうそう、広いし設備とかも本当に打ち心地はいい。だからバケさんオイル良かったんですけど、まあ、もっとこうね、出玉の方ももうちょっとこういけるやつやみたいなちょっとありますからね、はい、ちなみにえ0と7と1が0と7と5よらしい。0と7と5大体そう ありすぎなんで絞りましょう、そもそもね。そうやね、もうちょっと絞ってもええと思うね。ありすぎなんですよ。ちょっと絞っていってくる、もう少しこう高いところをピーク上げて、そうそうそう、もういいんじゃないかなと、たまにはまあちょっと贅沢いてるけど、そうですね。いやでもね、こういうことを正直にやっぱほら繁盛してるお店さんに行かないといけないと思うんですよね。まあまあそうですね。そうそう、でもうちょっとやっぱそうするとパチンコ達人に興味を持ってる人はもっと増えるかもしれないわけだから、まあ、ただあの悪い店だって全然なかったです。そうそう、はい、そういうことです。普通にあの僕がもし近所だったら絶対来るレベルなんで、分かります、分かります。今日の調整やったんですよ。そうですね、はい、うん、さあということだったんですが、3連戦結果的にトータルでちょっと負けてますね。メッセ3回行かせてもらって、うん、負け勝ち負けですかね。そうです、負け勝ち負けで一発目が結構出かかったんで。そうなんですよ、ちょっとまた4日で、うん、ちょっとそうだよ。勝手にやろうもん。いやけど全部遠隔や言うじゃないですか。ここは今かい。じゃあマハさんね、またあの東京でこういうね機会があったらいいですよね、はい、そうですね、はい、まあなかなか最近も認知してもらって撮らせてもらえる店も少なくなってったんで、あまあ、けどそれでもね、撮影していいって言ってくれる店があるのはありがたいです。そう、勇気のある店、自信のある店、ぜひ和田さん呼んでいただきたいと思います、はい、しっかり来ていいよって言ってくれたら、そうだね、ありがたいです。しっかりこう見て、ここはちょっと足らんかなとか、ここはええかなみたいな、ちゃんとお伝えするようにするんで、ね、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今回は、はい、まあ、あの、ありがとうございました。ありがとうございました。まだじゃあ機会があればありましたら、はい、3発スタート5万発やっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。